こんにちは、アバブバイクストア須崎です。いつもお世話になっております。はい、今日何本目ですかね。ビデオ結構回してます。とっても忙しい日なんですけれども、はい、今日はですね、ピストバイクのハンドル変えてほしいっていうふうなところで、ご相談を受けまして、1台、はい、ハンドルとブレーキと交換させていただいたのでご紹介します。はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アバブバイクビジョンズではスチールのバイク、カスタムのバイク、ハンドメイドのバイク、スタイルのある自転車をご紹介することを得意でやらせていただいております。今までに取りためたアーカイブスは700本以上ございます。ぜひ 1,2 本見ていただいて、グッドボタンとチャンネル登録をご活用ください。はい、今日はですね、これ多分ステートバイクっていうやつなんだろうな、はい、のハンドルバードロップがついてたんですけれども、ブルホーンをつけたいっていう風なところでご相談を受けまして、はい、このハンドルバーをお勧めさせていただきました。ビジョンの、カーボンハンドルなんですけれども、もうめっちゃくちゃ高くて、当時この UD カーボンの化粧のやつ、すごいいいお値段するやつだったんですよね。でビジョンの、ハンドルバーにビジョンのこの、ブルホーン用のブレーキ、まだね、これもディスコンなんですけど、もうね、まだあと1セットあります。はい、すごくこう希少種ですね、今となってはね。はい、このハンドルバーはすごく使いやすくて、はい、人気のモデルだったんですけど、もう最後の1台になりました。ブレーキがですね、もうガタガタだったんですよね。あとヘッドもガタガタだったので、ブレーキに関してはもう結構ブレーキシューも、なくなってましたし、あとそうですね、次はホイールとかなんでしょうね。そのあたりを交換していくと、だいぶ交換した体感が得られるっていう風な部分と、まずまあ今ブレーキが全然効いてなかった状態、もうブレーキシューが減りすぎてリムじゃなくてタイヤを掴んでたような感じだったので、もうそこはすぐ交換しましょうっていう風なところで、はい、やらせていただきました。ひょっとしたら僕がちょっと心配してるのは、ブレーキシューが足らなくなって、だんだんリムじゃなくてタイヤの方を掴もうとしちゃうんですよね。でタイヤの方を掴んでしまうとタイヤにもうダメージ入ってるんですよ。でそれを使い続けるのはちょっと怖いかなっていう風な印象がありまして、はい、まあ、もしできるのであれば一緒に交換しちゃった方がいいような気がするんですけれども、まあ、そこはちょっと皆さんの台所事情もあると思いますので、はい、今回はこういう風な形でご提案させていただきました。ブレーキはディズナのこの CNC のやつを使わせていただいたんですけれども、これやっぱりパチッと決まるんですよね。ブレーキすごくいいと思います。はい、しっかり決められて、トライアスロンとかでね、このブレーキレバーとハンドルバー使われてたものなので、はい、素晴らしくハイエンドなものなんですけれども、はい、ピストバイクで使わせていただくっていう贅沢な感じの仕様になっております。気をつけていただきたいのは、当たるとトップチューブがね結構傷つきやすいと思うので、そういったところを気をつけていただきたいんですが、必ず後ろのタイヤ、サドル、ハンドルっていう風に止めといてあげるともう動きませんから、こういう風な止め方を皆さんするようにぜひ心がけていただけると、はい、バイクが傷つきませんので、これはどんなバイクも共通ですね。はい、そういう風なことで、はい、また写真をたくさん撮っております。ぜひそちらをご覧ください。
はい、ありがとうございました。はい、今日は、ピストバイクに、ブルホーンバーを付けさせていただきまして、ブルホーン専用のブレーキも付けさせていただきました。はい、おそらく次多分タイヤが欲しくなるんじゃないかなと思って、セールさせていただいたんですけれども、今ウィキッドのホイール、おーし、やっぱね後ろちゃんとバチッて決めてないとこうなっちゃう。今ですねウィキッドのホイールが、はい、30% オフで、固定ギアのものとかもご提案できます。はい、ぜひタイヤも一緒にマッチアップを取って、これね当時のやつクラシックなのでものすごくリム幅狭いんですよ。まあこれトラック競輪場を走る分にはいいと思うんですけど、だからねこれワイドリムになることを、まあ僕は予感しているので、ワイドリムになった時にちゃんとブレーキが戻せるように今テンションを引っ張った状態で今回は、はい、設定を出させていただきました。はい、まあ次のターンを見越してこういうふうなことをあえてやっておくっていうふうなことも大事かなと思ってまして、こういうふうな仕様で組ませていただいております。はい、じゃあ今日はこんな形で終わります。下記概要欄の方に、ウィキッドのホイール 30% オフのものを、貼っておりますので、ぜひ皆様ご検討お待ちしております。それでは。